1着になるでしょうか。号砲鳴って5レーススタートです。内から1番山本翔、ここはすんなり前を取って5番野本翔太、3番の須藤悟と続いていきます。栃木勢後方に控えて2番の古川直也、そして4番の坂本翔太郎、早くも体勢は落ち着いた感じ。一周バックストレッチ、誘導との差を詰めていきます。1番山本翔が正攻法です。昨日はホーム叩いたものの短期川村にまくられ3着という結果ではありましたが、初日は中段まくられというところで見せ場なく終わりましたが、昨日は主導権握っていく競争を見せました。今季は1年ぶりに S 級に戻ってきました山本、復帰後ここまで3勝をマークしています。4勝目なるか。そして5番の野本翔太が追走していきます。初日はまくりまくさばかれるも直線外伸びてという縦の足がありました。昨日は久保田マークでしたが柿沼にさばかれてというところ見せ場ありませんでしたが、今日はひょっとすると狙われる位置になるかもしれませんが、そこをどうしのぐか。この中四国勢を追っている3番手が3番の須藤悟です。初日が誕生日でした須藤、いい流れで掲示板に着を乗せていきたいところです。残り3周を切りました。後方に構えているのは2番の古川直也、4番の坂本翔太郎、栃木勢です。2番古川は連日マーク戦、昨日は直線内をよく伸びていました。坂本も昨日は川村のマークから森安をさばいて直線内に伸びてタイヤ差せまる2着という結果でした。さあこの栃木勢の切り込みというところ、このレースの一番の焦点かと思われますが、赤番手前4コーナーからその古川が追い上げていきまして、残り2周そのまま前へと上がり、どの位置に行くでしょうか。誘導が下がったところを見て位置を戻していきました。早めからの勝負というのはなさそうです。このまま打者を迎えていきます。打者入って残り 600m、 前をキープの山本翔に5番の野本翔太、3番手千葉の須藤悟、やや車間上げて4番手古川直也、どのあたりから反撃していくでしょうか。この様子を警戒しながら山本がホーム手前若干ピッチ上げようかというところ、さあホーム一旦古川動いたところ、またペース上げていきました。最終周回の1コーナーから2コーナーです。ようやくこのあたりから本腰を入れてペース上げて、1番の山本翔、そして5番の野本翔太、3番手3番須藤悟、栃木勢はまだ 4、5 番手、4コーナーを迎えるところ、ようやく古川も上がろうとしますが、直線コース絶好の展開、5番の野本、3番須藤も突っ込んでいくが、1番の山本振り切りました。1番5番3番でしょうか。第5レース振り返っていきましょう。結局栃木勢は誘導を下ろして最後直線勝負に持ち込もうというところだったんですが、2コーナーからペースを上げて1番の山本翔を押し切りました。迫った野本2着の入線、間突っ込もうといった3番の須藤ですが3着の入線、上位通過1番5番3番、一応の入線順です。決定も少々お待ちください。以上第5レースでした。